千葉茂太郎は、幕末の建閣、鳥取半々士、北進一東流を結長千葉道場の創設者、千葉貞吉の長男。文政七年、北進一東流を結長千葉道場の創設者、千葉貞吉の長男として誕生。妹に千葉貞な子などがいる。幼少より、父、貞吉から北進一東流剣術を学び、加盟6年に、父が、 鳥取藩の剣術師範に就任したため道場を任された。剣士としての力量については説が定まらないが、本家筋にあたる玄武官道場が千葉道三郎の代になって衰退した一方で、重太郎が道場を任された後もおけ道場の人気は衰えず、幕末期は師範の実力が道場の盛衰に直結する時代であったと推測され、この観点からも、 重太郎の実力のほどがわかる。この頃、土佐藩士の坂本龍馬が千葉道場に入門しており、龍馬に剣術指南をしたのは主に重太郎であったと考えられる。龍馬を題材にした創作作品によく登場し、それらにおいて明瞭快活な高青年として描かれる。また、千葉道場の後取りというイメージからか、父ともども、 鳥取藩士であったことは描かれないことが多い。万、ま、円元年、重太郎は鳥取藩に仕官した。重太郎は鳥取藩士として江戸政界に関わる中で、かつ改修の開国論に反感を抱き、文久2年に龍馬を伴いが地底を訪れ、これを暗殺しようとしたが失敗した。また、文久4年正月から数ヶ月間、幾野の変に敗れた金の氏 北垣慎太郎、原六郎らを書く前、このことが幕府の知るところとなり、道場を探索されそうになった。そのため、重太郎は道場の全員を退去させ、単身、探索方の来場を待つ状態まで追い込まれるが、重太郎の人品を知る老中、板倉克清が、千葉重太郎は不良の都に、膝るなり、もし老子を陰徳するあらば、我親しく承知して、 サトルサントス、今後部の間祖角大木サントス、一万一追部の巨に、出ては、彼、元より剣閣塾中の徒と、腕の続かん限り、相戦わば、まさに大事に至るべしとして、これを擁護した。母親戦争では、鳥取藩の川田左、九馬や、原らと共に志願の兵隊、山国隊の指導に当たった。千葉貞吉と千葉重太郎の墓明治維新後は、 鳥取県、京都府、北海道開拓市の管理として活躍した。幕末期に、茂太郎にかくまわれた北垣と、原は、明治になり北垣は、政治家、官僚、原は、実業家となり成功し、彼らは、茂太郎やその家族を支援した。明治18年に死去。墓は、東京都豊島区南池袋の雑司がや霊園に、現存している。明治四十年。 正語医を追造された。千葉の迷宮、千葉の迷宮田尻左辺、増医所見伝造保番上特使増医年表、P22。ありがとうございます。